では早速ですね、はい、コーナーに行ってしまいましょう、はい、ですね、じゃあ、皆さん、いろいろな、まあ、おすすめの食べ物をですね、はいはい、集めてくれておりますが、はい、進めていいですか、はい、いいですね、ではですね、翔子さんからですね、今日は届いております、はい、宮崎県のささみの燻製でございます。あ、これは僕ね、はい、あのこの間どこだったの、どっかでいただきましたよ。どちらで、あれはね、はい、このアメスタ終わって、銀座でナクファイブ、あ、ナクファイブありましたね、誕生日の、前の、その、はい、実際多分翔子ちゃんから、はい、お待ちかな、はい、はい、その、もらいましたね。で実際うちに持って帰ってもう食べました。お、食されましたか。これは、はい、あ、もう来てるんですか今日。ですね、じゃあもう一個の方も、もう一品、もう一品、はい、もう一品もございますね、はいはい、もう一品は猫さんが、おすすめで送ってくれました、はい、畳いわしでございます。畳いわし、はい、来ました。あの毎日、ね、今日はうちに持って帰ってお土産が増えております。はい、登場いたしました。来ました。これはね、本当にね、はい、なんですか。これ、あ、これですね。はい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 、はい、これはもう食べ慣れてます、僕味が。はい。よいしょ。これですね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 。はい。おー、あ、口に入った。あ、もうほんと歯が抜けるんじゃないかな。おーっと、うん、え、食感はどんな感じなんですか。これは、ええ、黒魔術はいいです。はいはい、はい、これは、はい、いわゆる、いわゆる鳥です。いわゆる鳥、鳥ですね。はい、ささみの燻製ですね。チクン、はいはい、ちょっと、ああ、ちょっといただきます。な、はい、これは、ダイエットに多分いいでしょ。ああ、うん。うん。そうですね。多分ダイエットにすごいいいんじゃないかと。はい。思いますね。はい、外は硬いですけど、うん、中は結構ささみの感じの、うん、なんかシーチキンの、シーチキンに近い味がなんか、ちょっと噛んでるのと出てきますけど。なんかそう、なんか、違うもの見てきた、違うもの見てきた。はい、なんですか、なんですか、これね、うん、うん、説明しがたい、説明しがたい、美味しいですね。はい、翔子ちゃんありがとう、これは翔子ちゃんありがとうございます、はい、いつもいつもありがとうございます。はい、あのお気に入りでございますね。その次ですね、畳いわしでございますよ、うん、まあ、畳しらすでもかって書いてあるので、今日はいわしというよりはしらすがですね届いておりますね、はい、畳状でございます。ちょっと広げてみましょう。畳って畳んでるの、こういう感じですね。畳、畳ですか。あ、それで皆さん、見えますかね、前に皆さん。畳、畳しらすということで。うん、これは、刺身醤油ですかね、これ。醤油につけて食べるみたいな感じですか。醤油つけて、はい。こちら用意されてますので。あ、ちょっと海苔が入ってるんですね。海苔が入ってます。結構僕、これ多分こういうの好きなんじゃないかなと思いますね。すでに。はい。大、食べる前から。そうですね。うん、多分これ、木村さんの好みに合うかなと。朝定食みたいな。ああ、そうですね。朝定についてそうな。ただ、ただ、こう、ただ、うん、これ、あ、これはもう、これはもう、こう海なんじゃないかなと。なるほど。はい、口の中で海が広がったと。はい、なるほど。はぁ、黒魔術はいいです。我々にひざまずけ。黒魔術はいいですね。これ黒魔術ですとか、これはクロリーです。あ、それは吉津さん方面の話ですね。これマヨネーズでつけてもらっても美味しいそうで、確かに美味しそうです、ね。マヨネーズも一応ご用意はございましてですね。はい、あの非常に、うん、マヨネーズって言ったら、まあ朝ですよね。食べてみる？はい。なんか交代制はね、別ないですね。別ないですね。別ない。はい、おお、うん。皆さん、うん、ああ来ていただいておりますね。本当にありがとうございます。マヨネーズいらっしゃいませってことで、マヨネーズつけてみましょうか。おばさん、マヨネーズは得意ですか。得意です。得意、はい、なるほど、
マヨネーズは、あ、キワさんもマヨネーズ好きですよね。もう嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですよ。はい。お好み焼きはマヨネーズつける派？つける派です。あれ、キワさんは？そうですか。これはもう醤油の方がいいですね。あ、ほんますか。うん。うん、わっ、23分でもう早いですね。はい。あ、醤油の方がうまいかもしれないですね。なんか朝を感じますね。醤油の方が、朝の方が、あ、醤油の方が、はい、朝を感じます。なんかジャパニーズモーニングの感じですね。ジャパニーズモーニング、はい、ありがとうございます。高見知らずでございました。はい。